毎度どうも。いつも動画をご覧いただき誠にありがとうございます。初めての方、はじめまして、よろしくお願いいたします。アバター作ってみました。これ使うつもりはなかったんけど、今日も今日とて本日お伝えしようと思ったのは、夕刊フジのザクザクに加賀光栄さんのスクープ最前線が掲載されてて、それめっちゃノリノリで喋りたかったんけど、それはあかんなと思って工夫してお伝えしてみてんけど、まあ何がなんだかやわ。で、きんぴらさんのところ今頑張ってはるけど、そろそろ100年やしな。でんでんじいさんと仲間たちがきんぴらさんをハミゴにしとるやん。で、そうしなさいって言われて、でんでんじいさんに白羽の矢が当たったんやと思うね。昔そびえとるっていうのがあったやん。そこと同じようにすんのちゃう？私は戦時中までに書かれた先人の書で歴史の真実を紐解いてきて、 Amazon Kindle 電子書籍で出版してきたやん。で、その中での分析やねんけど、シナリオ描いてる人がおんねん。急に大どんでんがなんかありそうな気する。知らんけど、まあ、とりあえず今日の更新、アバター瞬きしない、これどうしたらいいんやろやねんけど、新しく導入してみました。これが出てきたら、あ、今日も京都だよねんなって思っていただいたらええかもしれんな。まだわからんけど。